ギブの流儀この番組は BNI 滋賀式をと北の提供でお送りさせていただいておりますはい、えー、こんばんは BNI ディレクターの清く隆之ですさあ今日も始まりました FMO2 の看板番,番組「ギブの流儀」でございます日曜日の夜にあこの人も BNI で頑張ってるなら自分も明日から頑張ろうと 思ってもらえるような BNI メンバーによる BNI メンバーのマインドセットのための番組です。この番組は BNI 滋賀市京都北の提供でお送りさせていただいております。はい、えー、ということでね、えー、もうそろそろ明けましておめでとうございますからですね。1か月ね、えー、経ちましたかね。はい、えー、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。えー、今週もね日、えー、日曜日のる でございます今週もお疲れ様でした明日から頑張ってくださいということでね、えー、今日も番組を、えー、始めていきたいなというふうに思います最近あのー、また本をね、えー、読んでおりましてね印象に残った本があります、えー、それがですねえー、まあとある著その著者がですねうーん ドイツに渡ってサッカーのねサッカーの、えー、もともと無名の全くだが J リーガーとかねなんとかの強いサッカーチームに入ってるわけじゃない1サッカー好きの人がドイツに渡って、えー、最終的にドイツでサッカー選手になりそして 今、えー、ジャーナリスト、まあ、要はあのー、ドイツのね、えー、サッカーの事情なんかをこう日本に配信しているライターになっているっていうね、まあ、そんな自伝、ね、をちょっと読んでねあこれ、面白いなと思ってね、えー、ちょっと紹介させてもらうんですけど、あのー、その人って小学校、中学校まで野球やったらしいんですよ。で高校から サッカー始めるっていうねで僕らの、まあ、ほぼ同年代 5, 年 5, 5歳ぐらいしかいがい今477とかそんな前と思うんですけど僕らの年代でそのサッカーをいきなり高校から始める人ってあんまいなかったですよねだから小学校中学校でサッカーをやってるどっちかでやっててで高校でちょっと本格的にやるみたいなねそういう人が多かった中であの高校からサッカー始めると。 だからレギュラーになれなかったらしいんですよね。そりゃそりゃそりゃと。うん。あのそれは、うん、小中とやってる人の方がうまいですからね。だから、うん、レギュラーになれなくて。で、高校3年生の時に、あのふとサッカーマガジンなんかを見てね、ドイツ,でドイツに渡ったら1週間、ドイツのコーチがサッカーを教えてもらえるみたいな、そういうプランがあったんですって。でそこで あのー、満を持してそこに行ってそこに行くだけでもすごいと思うんだけどそこに1週間行ってなんかすごいドイツに魅了されたと、うん、でドイツわざわざねそこから大学に行ってドイ,ツドイツ語とか勉強してで将来は絶対ドイツに渡って自分もそのサッカーするみたいなね、えー、ことを思ってですね、えー、ドイツにわざわざ行ってほんでほんまに自分そのドイツでサッカー選手になって。 えーまあ、今ジャーナリストで活躍してるみたいなね、まあ、そういう話やったんですけどあのな何がすごかったかというとそのドイツってその、うん、すごいサッカーをできる環境がめちゃくちゃ整ってるらしいんですよね小学校ぐらいからずっと整えてるらしいんですよでそこがこう詳しく書いてあってやっぱこう自分が思ってるその常識とかその何て言うの うーん全然やっぱり世界ってやっぱ広いなみたいなうん自分のその想像今まで見てきた世界だけでいろんなこう何て言うかな物事を判断するのはちょっとやっぱ違うなっていう風にねまた本を読んでそういう風にね、えー、思ったんでぜひねあのちょっとタイトル忘れましたけどまたアマゾンであのドイツでサッカー でプロになった人みたいなそんなタイトルだったと思うんで是非見てみていただくといいかなというふうに思いますはいでは、えー、今日はですね、えー、BNI の「レイクチャプターの」の、えー、石田純一さんに今日はゲストで来ていただいてますんで、えー、石田さんよろしくお願いしますお願いしますはいではねこのあと CM の後石田さんとトークしていきます、えー、では一旦 CM です 新しいビジネスの獲得が可能になりますチームの仲間があなたを推薦してくれます競合と競う必要がないビジネス環境ビジネススキルを学ぶ機会そして一生の人脈を得ることができます BNI 滋賀西京都北で検索かわいいペットと一緒に花に囲まれて眠りたい野戸川の樹木草 幸福寺梅花園は、そんな望みを叶えます。永久に改装せず、土に還れる、花と木に囲まれたお墓です。まずは、市が樹木葬で検索。平穏な日常生活の中で、急な雨漏れや、お風呂トイレの不便を感じたら。お父さん、住宅修繕ですよ。異常気象対応の大津建材センター、レイ七七、五三七。 3591-077-537-361にお電話ください。 はい、義、え、務、ー、の隆起です。この番組は BNI シガ西京都北の提供でお送りさせていただいております。はい、えー、では改めまして、えー、今日はあ滋賀、BNI シガレイクチャプターのお石田純一さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。名前どうですか、皆さん。石田純一さんっていうとね、あの何かいろいろ思い出す方もいらっしゃる <laughs> と思うんですけど、同姓同名でね。 漢字、はい、は違うけどね一文字だけ違うんですよねはい、はい、靴下履いてます今日今日は、はい、冬で寒いんで <laughs> 本物の石田純一さんはあの <laughs> 冬でも多分靴下履いてないんじゃないかなと思うんですけど <laughs> 僕らの時ってあの僕今51歳なんですけどやっぱりこう青春時代のこうトレンディードラマって言ったら、ね、やっぱ石田純一だったんですよねはい そそんな次世代、えー、そうですね僕、その頃小学生ぐらいぐらい,ぐらいでした僕らちょうど18とか19とか、うんあのー、やって、えー、思い出に変わるまでとかねなんか、あのーうん、懐かしいと思わはった方いると思うんですけどそんなドラマにもバンバン出たはったんですね石田純一さんがねその石田純一さんとは違います、当然ですけど <laughs>、はいえー、今、カテゴリーは損害保険。 はいはいでえー、レイクチャプターに入会されて今何年ぐらいでしたっけもうすぐ一年半経ちます一年半ではいはいちょっと簡単にじゃ自己紹介だけよろしくお願いしますはい、えー、レイクチャプターに所属してますカテゴリー損害保険個人、えー、株式会社リニアティの石田純一ですよろしくお願いしますよろしくお願いします会社が、えー、大津市の間の 一丁目ということで、あと個性の。そうですね。場所は片田駅の裏手に徒歩三分ぐらいになります,いす、ね、はい。僕も一遍だけ事務所行ったことあるんですけど、変わってなかったら、あの、ちょっと。プレハブ、プレハブじゃないか。あそこから変わりました。はい。あっ、そうなんや。ええー、四年、五年ほど前に移転しまして。うん、移転したんや。はい。え場所全く違うわ。ここ場所違います。変わりました。あそうなんや。はい。あ そうですよねあの片田の駅じゃなかったもんな尾野駅の近くになりますね以前は、はい、うんあその時はでもいやだったのね降りた時にいました、はい、多分知ってますよねはい僕で今この業界、あのー、会社に入って10年経ちましたええ今何歳ですか今45ですうんだから僕とったら78し下なんですよねだからね、はい、あのー 実はこう、医者さんの前にこの社長の、えー、山口さんが、はい、BNI の,あのトラディションチャプターというのが当時ありました今はもうないんですけどそこのもうほぼほぼ立ち上げというかねあのほぼほぼ山口チャプターみたいな感じになってたんですけど <laughs> すっごい力ある人で、えーまあ、立ち上げてくれはったんですよあのチャプターをね。 でそのチャプターがね2年か3年ぐらいかなでなくなりましてね、はいまあ、チャプターっていっぺん作ったら永久不変かというと違ってですねあのー、当然人がやる人がいなくなったらこう消滅していくんですけどもまあ、そんな感じでちょっと残念ながらね前のチャプターは消滅したんですがそこのまあ えっと、社員さんでいらっしゃる石田さんがまた別のチャプターで1年半前に活動を始められたということでね、はいはい、どうですか、なんか、入会してみてそうですね、ま、僕、入会したきっかけっていうのが、あのー、ほとんどこう数合わせのビジターで参加させていただいたんです。<笑><笑>えっと、斉藤さん、ね、多分入会するつもりは全くなく、全くな,全くなかったんですね。ゲストで 伺いました、はい、でその時がもうあの Zoom、ー、での運営になってたんでまあその中でビジネスが広がるのかなっていうこう勝手な先入観から、うんあのー、入ることはないだろうと入会することはないだろうと思って、うん、見学に行かせてもらったんですけれども、うん、まああれ不思議。うん 終わる頃には、がっちり心をつかまれてまして、うん。つ <laughs> まれてたん。ななな、なはい、何がそのきっかけなかったんですか、ね。なんなんでしょうね、すごい、あのー。ズームなん、普通距離感じるのかなと思ったんですけれども、うん、すごい。近くに感じて、うん。あ、ズームはそんなになんか、違和感、違和感どころか、まあ、ちょっと逆にちょっとなんかのめり込んだ感じ。そうですね。あ、そうですか。はい。うん、もう、それで、あのー。 入るわっていうような形で斎藤さんにお伝えして、うん、多分斉斎藤さんが一番びっくりしてたんじゃないかなと思います、えー、とか言うて、はいね、えだから、もともと損害保険の斎藤さんがいはりましたもんね僕、紹介いただいたのは税理士の斎藤さんで、はい、別であの損害保険で斎藤さん、ふみやさんがおられたんで、ね、そこでカテゴリー分けしていただいて。 そうですよね。はい、まあその前に一、えー、人いて、やその子が辞めて、でまあ損害保険が一人になってて、でまああのー、今法人と個人分けてる感じ、ね。あ、そうですね。はですね。はいそ、はい、んな感じであの入会、えー、ガチッと掴まれてね入会したということでかなりでもなんていうんですかね。ぼ僕そのはたからしか見てないんですけどめちゃめちゃ入り込んでますよねでもなんか。 そうなんですかねいやそんな <laughs> そう感じいるんですけどねめちゃくちゃキャラ濃い人多いんで僕結構薄まってると思うんですけれどもいやでもねなんか常にいるじゃないですかなんかイベントごとにあそうですねあの参加することは大好きなんでだからそれがねやっぱり結局そこ,じゃそこですもんねなんかうんだからどっちか言うたらねうん 田さんになってどっちか言ったらあれやけど分かんないですけどそんな気がちょっとするんですけどねありがとうございますどうですかご自身でその辺はんか意識知ってるまああの声かけていただいたら何もない限りは参加しようという素晴らしいですね意識でいます結婚してるんでます子供もいるいます何歳ですかえ 10歳17歳20歳とえ三3人の3人います20歳一番上の子供はが二十歳ですね25歳の子ですかそれぐらいの時のはいへもう社会人学生学生ですあの大学生はいすごいですね知らん間に大きくなっていきますね子供はね僕も25歳の子はもう結婚してますよ はいあ二十五僕僕二十五歳の子がいる長男が二十五歳なんであじゃじゃじゃ二十六かなもううんで子供もいてもうおじいちゃんですけどね今今はい、まあ、おじいちゃん見えないですねおじいちゃん <laughs> ありがとうございますはいま一旦チームです FMO ツー新しいビジネスの獲得が可能になりますチームの仲間があなたを推薦してくれます。 競合と競う必要がないビジネス環境、ビジネススキルを学ぶ機会、そして一生の人脈を得ることができます。滋賀に市郊と北で検索。それ漫画にしましょう。あなたの会社のサービスや商品を漫画にして楽しく分かりやすく宣伝しませんか？ウェブチラシパンフレットに使え、集客をお手伝いします。 サンデムデザインで検索スイッチ入れたらパラダイス FM オーツミーマリコですおかげさまで2023年4月1日で開局5周年を迎えますこれを記念して要望の多かった番組枠を個人向けに特別割引価格で販売しますあなたのご友人の声を FM オーツで流すチャンスです 応援や時間は30分枠と15分枠です。30分枠はなんと1回1万円からです。自作番組を放送したい方がいらっしゃったら FM オーツをご紹介ください。電波とインターネットでオーツと世界に番組を届ける FM オーツからのお知らせでした。 まあ損害保険ということ、個人ということなんですけど、はい、あの普段の、どう,うですかね、えーっと、仕事というか、なんかこう、うん、この保険ちょっと入っといた方がいいよみたいな、なんかあります、今、ホッな個、個人な、うん、個人でまあ個人。まあまあ、別に、ねあの、チャプターでは個人ですけど、<laughs> まあ仕事では、ね、別に、一般的にはいろんなことされてると思うんですが。 そうですね。今の旬な形で言うと、まあこの時期冬ですと、うん、あの、うん、凍結の被害が、急凍期の凍結とかある、そういった被害が多いんですけれども、ああああその保険あんの？えー、火災保険でそれをカバーできる、うん。え、それどんなんですか？えー、まあ、火災保険で言うと。うん 今でこそこう台風風の被害で請求できるっていうのは皆さんご存知なんですけれども凍結によって給湯器が故障したとかうん、うん、そういったので、あのー、しっかりとお受け取りいただける分がありますんでもうそれはあのほぼほぼどの保険会社にも保証でありますんでそれはあのー、保険会社さんからの,あの保証の範囲選ぶ分があるんで。はい はい、そ,のそのリスクをカバーできる保険に入っていただければ安心していただけると思いますええー、それ普通のなんか、奨、えっと、学短期保険とかにもあります小学短期ですと、借家人賠償とか、そういった、うんあのまあ、いわゆる賃貸の入居者が入る保険あ入居者の入る保険ではカバー、それはカバーできないんです、凍結っていうのは入居者さんが負う賠償ではないので。 オーナーさん側になりますあーそかそかオーナーナさんが、えっと、どれくらいの保険入ってたりそうです、ね、必要最低限の火災と風邪だけの保証と比較すると、うん、大体1.5倍ぐらいの保,証あの保険料には。 なってくるんですけれども給湯器一つ潰れるとやっぱり2三3 0万かかってきたりっていうのがあるんで十分その辺は安心してカバーできるのかなとは思ってます、うん、あそうですか給湯器は出ない場合がやっぱりねそうですね多いですからね、はい、うんそうかそうかそれはいいですねちょっとオーナーさんに勧めてみますもうだからこの時期どうしてもその入居者がこう 空室の場合にブレーカーをこう下げたり上げたりするじゃないですか、うん、その上げた時にバンとこう壊れたりとか結構あるからね、はい、年間だから一冬になんかもう一個か2個絶対潰れるっていうそうです、ねうん、やっぱり凍結被害はうちでも年間 多いですね、受付、あの事故の受付させていただくのは、あと落雷の被害ですとか。落雷ね。はい、火災保険でいうと、火災以外、火災と風邪以外の被害でいうと。落雷ですとか、そういった凍結ですね。なるほど、なるほど。他になんか、うん、あります。火災保険以外とかで,でと。まあ、例えば、社長とかが入。 で得するようなそうですね、うんあの、従業員さんの、えー、福利厚生にもなってくるんですけれども、うん、労災の上乗せ保険、それにプラスアルファ、うんえー、使用者賠償責任だとか、うんえー、雇用勧行媒ですね、うん、従業員の方から訴えられた場合、会社が。そういった時に役立つ保険は、うん あのー、今春になってますうん。結構多いんですかそれも。そうですね。あのー、雇用の関係でのトラブルっていうのは多いですね。増えてきてますね。結構だからうん何例えばうんパワハラとかそういうハラスメント系ですとかでそういったトラブルも。 その従業員さんが退職されて忘れた頃に内容証明で届いたりですとか、弁護士さんから届いたりっていうのがあるので、なるほど。はい。もういつだいぶ前に辞めたのに今頃みたいな。そうですね。松本久志みたいなそんな感じです。そんな感じです。今週のね。はい。もう悲なんですよね今その何年前の話やねみたいな感じでね。 うんそうか、まあ、そういう人のための保険がちゃんとあるとはいうんなるほどなるほどそこが今売れてますそうですねあのーうん、もう非常にニーズとしたら多いですうんなるほどねそもそも石田さんってなんで保険屋になろうと思ったんですかなん <laughs> でなんでしょうね <laughs> もともと、えっと、不動産の営業をしてまして、はい でその当時から今の社長とお付き合いもありまして、はい、まあ保険の仕事っていうのはまあ遠からず感じていましてその中でもともと社長とも昔からの知り合いだったので不動産辞めたタイミングでお声がけいただいて、うんうん、え拾っていただいたってていいいたただう感じですね不動産は何で辞めたんですか不動産は 10年ぐらいいまして、でまあ、違うことをというので、は3、い、う3まあたりですかね、そこから、えーやめ、やめたはいんふんふんなるほど、で、えー、とこの保険、はい、会社に入ったと。はいうんふんふん どうどうですかその仕事的にはなかそう、ね、楽しいですか楽しいですね楽しいはいな何が楽しいですか何が楽しいおやっぱり人といろいろな人とも会えますし、うん、やっぱりこうお客まあ人の懐に入っていくようなことなんで、うん、すごいあの身近に感じますしお客さんを、うん そういった面では非常に楽しく仕事させててもらってます保険屋さんの例えばルーティーンってどんな感じなんですか、まあ、朝出勤して、はい、何するんですか日によっていろいろ違うんですけれども満期近い方ですとか、はい、そういった更新の手続き,ああ手続き関係の方の、はいえー、連絡ですとか。はい えー、アえ、後取りですとか、その辺をしたりですとか。うん、あと、日々、毎日のように、こう事故っていう受付させていただいてますんで。うん、それのやり取りですとか、うん、いろいろ、そういったことをさせていただいてます。あ、事故のね、やり取りがありますよね。はい、それ、自分、保険屋がいるんです。ああ、そうやね。保険屋が受けて,て。あの、車の事故ですと、うん、その保険会社の担当がそうやね。はい。<laughs> 窓口でするんですけれども。うん えー、賠償責任ですとかうん、うん、そういったとなると、うんえー、我々代理店の方が窓口となってお客さんとやり取りして、うんえー、解決に向けて働くということになります動くということになります、うんうん、やっぱ事故多いですか多いですね、うん、はい。やっぱり まあ、職人さんです今、あのー、ま今、あ、大手の大きい工事とかになってくると元請けさんは下請けさんに保険入ってるかどうか、うん、証券を出してくれっていうような形で、うん、加入の確認をしてから現場入ってくれっていう声が多いみたいで、うん、そういったことで、うん、皆さん、あのー、賠償保険、うん、必ず入られるっていう流れになってますね。なるほど,なるほど まあでも今日もね滋賀県、ちょっと雪が降ってますけど、ねまあ、これからまた雪とかになると結構ね自動車事故も多くなってくるかもしれないですね。そう思ったらでもちょっとやっぱり損害保険っていうだけあって、ね、こう損から入るっていうね若干あの <laughs> ネ,ネガティブというか、ね、そういう仕事 ななのかもしれないですねそうまあネガティブな感じは全くなくて、うん、やっぱり皆さんこう入っててよかったっていう、うん、ことがあるんで、うん、そう逆にそのポジティブに気持ちを切り替えられる保険かなと思います、うん、あなるほどなるほど、はい、うまいこと言いましたねありがとうございます、うん、あのーうん、まあそれは入っとかんとえらいことですからね損害保険とかはね、はい、うん。 その絶対入っとかんどねそうですね、うん、はいまあ車もそうですし、まあ、建物もそうですしね、うんまあ、僕も何回か事故してますけど入ってんかったらどないなってたよやろうなみたいなね変な人もいますもんねんそうですねはい、うん、ゴリゴリなんか直接電話してくるような人もいたしね、うん、入っておられない方もいますんで事故してあその場合どうなるんですか、はい、もう全部 だ誰が責任を負うの、まあ、やられたとしたらええーまあ、こちらが被害者で加害者が入っていなかった場合っていうと本人さんに請求はできるんですけれども、うんまあ、内臓では触れないというかそういういことや、ねはい<ー>なってくるともうご自身の保険を使わないといけないと。 なんで、自分を守るためにも保険っていうのは必要になってきますね相手がもう相手がかったらこっちの保険で直すしかないっということかそういえばうちの,あのこの前えっと管理してるまる兄貴が持ってるマンションなんですけどあのこちょうど交差点の角にあるんですけどたまたま居眠り運転の車があの突っ込みましてね。うちのの兄貴のマンンションで, <laughs> で 居眠りであのー、突っ込むかみたいなもうほんまにね、あのー、なんか、何、もうそんなとこ突っ込むよう突っ込んだなみたいなとこ突っ込んでね、<laughs> 結構な塾やったんですけどね、まあ、本人はピンピンしてましたけど、<laughs> まあそんなこともありますからね相手がそれで保険入ってないってなると、うん、その建物のオーナーさんが入ってる火災保険でうん、うん。 カバーするリスクカバーすることもできますんでなんでね皆さんもそのぜひ、えー、自動車保険、えー、満期になってないでしょうかということで、ね、もし、えー、保険のこととかね、えー、もし相談事があれば、えー、リニアティね株式会社リニアティの石田さんにぜひ相談いただくといいんじゃないかなというふうふに思っています。 携帯電話言うといていていですか携帯電話0906825322非常に覚えやすい番号ですので何かあれば、ね、石田さんに相談くださいあのちょっとね BNI の話全然してなくて番組終わりそうなんでまた来週も来ていただいていいですかあぜひ、はい、お願いします、はいはい、では来週も、ね、石田さんに来ていただきますのでよろしくお願いいたしますさあいかがだったでしょうか義部の隆起今週はお疲れ様でした 来週もキバーズゲイの精神で、ね、頑張りましょうではおやすみなさーん